埼玉県浦和大久保合同庁舎は、埼玉県埼玉市桜区城大久保に所在する、埼玉県の合同庁舎である。隣接していた郊外センターや庁舎管理者である、環境研究所もよそへ移転し、配置意味が薄れてきたことや、老朽化も起因して2015年度に解体された。埼玉県の合同庁舎としては、埼玉県浦和合同庁舎が、浦和区内にある。 浦和大久保合同庁舎庁舎は1975年に埼玉県立衛生短期大学の校舎として建てられたものである。1999年に大学は越谷市に移転し建物がリニューアルされ浦和大久保合同庁舎として2000年に使用開始された。庁舎の北側は埼玉県立時和高等学校、南側は埼玉県衛生研究所、西側は 埼玉桜学園と隣接していた。庁舎の入り口は埼玉県道215号沿いにあり、時和高校と埼玉桜学園に挟まれた狭い通路を東に進むと、庁舎玄関があった。2015年度に衛生研究所と同時に解体された。合同庁舎と衛生研究所の敷地の間に、時和高校の敷地があるなど以前から敷地が入り組み、 死傷をきたしていたことから、跡地は、時和高校の施設や埼玉桜学園の温室などに利用される見込みである。解体中の埼玉県浦和大久保合同庁舎。ありがとうございます。